公園通りの南端である市場大宮交差点を北西側から見た様子。南から来た大宮2は市場通りと交差した北側では幅が狭くなる。これに対し、公園通りの幅は幹線道路に匹敵し、大宮2の南側とは交通の流れが連続するような形になっている。公園通りは京都市中京区に所在する京都市では珍しく、 斜めに走る通りである。千本通り三条と大宮通り、四条を結ぶ通りである。明治時代に京都市三大事業の一環として路面電車敷設と同時に街路建設を行う際、千本三条以南の千本通りは住宅街ではなく、いわば田舎であったため、京都市はそのまま千本通りを南下しても利益を出すことが難しいと考え、 市場を大宮以南の大宮通りを拡張。その連絡道路として斜めに道路を建設。1912年6月11日、京都市電気機,機動事務所発足及び線本線、大宮線を開通させ運行を開始した。時々、千本三条にあった材木店が千本三条以南の拡張を認めなかったとあるが、それを示す文献がなく、そのような事実は存在しない。 また、この通りの沿線に、京都市交通局本局庁舎が設置されていたことから、地元では、車小前通と呼ばれていたこともある。中京警察署が、業務開始。五条警察署が、下行警察署に生まれ変わります京都府警察。ありがとうございます。